うきなりよしみこう年三月一日は、第二直氏応党初代なお、炎王の王妃で、第三代昇進王の王太王。予天を天こと小ぎやかは、20歳の時に、金丸へと継いだ。百七十六年に、なお炎王が没すると、王帝の名を仙武氏が即位するが、その半年後に行われた、即位式では、神王を称える、はずの君手若みの死にを伝える神女が、 千武氏ではなくなお縁とおぎやかの子であるマーカトダルを称叩い両者を唱えた。これを機に、小戦意は退位し、マーカトダルが即位して、商神王となったが、これは王府の助官を掌握していたおぎやかの陰謀であったと考えられている。なお神王は即位時13歳であり、母校、おぎやかが実権を握った。朝鮮王朝実録にも、当時琉球に保護されて帰国した。 朝鮮人漂流民が、四次の王は、幼少で、母校が政治を見ていると供述した記録が残っている。なお新王は全琉級の呪を統括する、聞こえの大君という役職を設け、王の妹を認じたが、これも母校をぎやかの意志とされており、王の実力支配と日の神の信託という形態で民を支配し、なお縁。 おぎやかの一族による支配体制の基礎を固めることに成功した。なおし王はまた第二直しの墓所として玉漁を造営したが、その被葬者の資格について記した玉漁の碑文には、直お縁王とおぎやかの子孫のみが記される一方で、商仙異王などその血統外のものは除かれ、これも実権を握っていたおぎやかの遺思だと考えられている。ただし、玉漁からは、 おぎやかの名を記した、ずしがは見つかっておらず、なお、円王の出身地である、伊勢名島の伊勢名玉領からそれらしきものが発見されている。ありがとうございます。